夜行高速バス、萩エクスプレス中高高速バス広島スオ島、仙中高高速バス、福岡、豊富、周南ライナー観光路線車一般路線車、一般路線車一般路線車一般路線車車両も、参照防場交通株式会社は、山口県東部と北部を中心にバスを運行する、山口県周南市のバス事業者、近鉄グループ、 山口県の東半分一帯を路線バスの運行エリアとしている。近鉄グループホールディングスの資本が入っているが、設立当初からバス事業専業である。ただし、九州合併した防石鉄道はかつて軽便鉄道事業を行っていた。エリア内で廃業した他社の路線を車両ごと引き受ける一方で、他の大手事業者で見られる。 地域分社の動きがないなどの特徴が見られる。貸し切りバス事業は、専業市会社の傍聴観光バスを設立する。一方で、直営事業としても言っている。なお、社名の傍聴は、律令国である、須王国と長戸国の一文字ずつを取ったもので、長州藩の別称である。おごうり、崎線運行開始。徳山駅前バス乗り場番号変更。ツアーの出張所は、 島根ナンバー、傍聴観光バス、広島営業所は、広島ナンバー、その他は、山口ナンバー。詳細な運行案内は、外部リンクの傍聴交通サイトを参照。広島線広島県広島市と山口県各地を結ぶ路線に系統が運行されている。車内設備は、各路線とも4列シート、一部トイレ付けの車両あり、運行支援業務は、 傍聴観光バス、広島営業所が担当している。二系統間では共通の取り扱いがなされている部分もあることから、本校ではこれらを一括して説明する。周南、豊富、山口発着便、広島徳山線広島市と岩国市西部、周南市、豊富市、山口市を結ぶ系統。かつては、ミネシ部を経由し、萩市まで運行されていた。この系統は、 傍聴交通が以前から自社の幹線として運行してきた山陽街道のバス路線を山陽自動車道開通に合わせ実質的に引き継いだものと位置づけられる。そのため、豊富営業所発行の時刻表をはじめとして山陽街道のバス路線と広島萩線を一つの路線として掲載する時刻表が存在するほか、ルートも一部で山陽街道線と重複している。 また、傍聴交通は、山陽道開通以前に、山口湯田温泉、広島バスセンター間に、中国道、広島道経由の高速バス路線を運転しており、実質的にこの路線の運行経路を変更して、復活したものとも言える。2021年4月1日現在、以下の、京急往復が運行されている。席は、全席自由席。屋内、平勢。 田伏発着便広島市と岩国市、柳井市、熊谷郡平尾町、田伏町を結ぶ高速バスである。全部陰謀町交通の単独運行。中高便が1日5往復運行されているほか、平日の早朝に田伏発区外インター止めの区間便があり、区外インターで徳山広島線のバスに乗り継げるようになっている。座席は全席自由席。 その他の路線高生ドン号傍聴交通では、循環系統の行き先名を、循環とひらがな表記している。広域路線屋内市、熊毛郡周辺路線これにより、屋内駅から大畑駅までバス移動ができなくなった、大島郡周辺路線周南市、下松市、甲市周辺路線2021年4月1日のダイヤ改正に合わせ、系統番号が変更された。それまでは、 周南市付近の系統番号は、徳山駅前のバス乗り場番号と連動していた。したがって、徳山駅前に入らない路線については、系統番号がなかった。なお、0から1、0から2番は、徳山駅前付近を通っていたため、系統番号が設定されているが、これらの系統が新設された当時は、全便徳山駅前を通過していたため配布により、左の番号が0となっていた。 また、2019年に、徳山駅前広場の完成に伴い乗車ホームの再編が行われたため、系統番号とバス乗り場番号に一部ずれが生じていた。豊富市、山口市特次周辺路線なお、文中の、豊富駅前バス停は、JR 豊富駅北口、豊富駅南口バス停は、JR 豊富駅南口の位置にある。山口市、吉木郡周辺路線一部を除き、 旧山口市交通局の路線を承継している。なお、文中の湯田温泉バス停は JR 湯田温泉駅から徒歩10分の位置にある。2013年4月1日のダイヤ改正に合わせ、旧山口市交通局の路線に3桁の系統番号が導入された。2016年2月現在山口市街地から、 新山口は平日午前は15分間隔正午から17時までは20分間隔のパターンダイヤとなっている。また日赤口から下湯田は1時間に8本走る時間があり、本数が多くなっている。長戸市、三根市周辺路線萩市、阿武郡周辺路線膨張観光バスの貸切車、日野自動車制と三菱不走制を併用している。 資本関係の深い近鉄バスからの移籍者も多い。近鉄バスからの移籍者で一部イスズ自動車制も存在する。路線車の基本的な塗装デザインは白地に濃淡力のストライプで近鉄バスの前身である近畿日本鉄道自動車局の古い貸し切り車に準じたものである。多くの車両で左後輪に巻き込み防止カバーが取り付けられているのも特徴ノンステップ車両は 従来の路線車と異なるデザインが用いられている。なお、合併により移管された旧宝石鉄道、旧山口市交通局の車両や近年の近鉄バスからの移籍車は塗装を部分的に手直しをしただけでほぼそのままの状態で使っている。貸切車両は導入時期によってデザインが異なる。中高高速バス、長距離路線用は初期の貸切車両と 同デザインのものが多い。方向幕は基本的に青地に白抜きである。英字補機は原則としてないが、高速バスや萩周報道から新山口線などで英字補機が行われている車両もある。効率化を図るため、経由地と行き先を矢印で結んだもの、両側に始発駅と終着駅を並べたものが多い。同社が受託するコミュニティバスも同様。ただし、 山口市交通局からの遺憾者の大半は、従前の山口市交通局時代の方向膜を使用している。ノンステップ車両には、初期のものを除き LED 方向表示器を装着している。一方で、方向膜搭載車からの LED 方向表示器、設置改造は今まで行われていなかったが、山口市、コミュニティバスから一般路線車に転用された2台が初めて LED、 方向表示器に改造された。なお、LED の場合は、表示部分の上段に形位置を下段に行き先を大きく表示することが多い。2012年4月からは、LED 方向表示器装着車の改装車において、改装注文し訳ございませんとの表示を行っている。運行時刻は外して保守的である。近年は、特に長距離路線の減便が多く行われている。また、 鉄道との接続はほとんど考慮されていない。山口市内と徳山市内ではパターンダイヤが見られる。運行間隔は、周南、山口地区において都市部でおよそ15分以下の間隔で運行されている。土休日、年末年始ダイヤ、土平日、休日と平日、土休日の二通りの分かれ方が混在している。休日ダイヤは本数が1から3割程度間引きされる。 また、週バスが大幅に繰り上がることがある。年末年始は休日ダイヤに加え、年末年始運休便が運休する。年末年始ダイヤで運行される期間は、以前は12月30日からだったが2006年末からは、12月29日から1月4日に、拡大された。傍聴交通の促趣には、早い順に、特急、急行、快速、普通がある。 特急は高速バスや萩号などが名乗っている。急行は東萩周報道だけである。特筆されるのは快速で、例えば快速東萩大宮大橋があるが、普通便はなく区間の全バス停に停車する。他にも東萩津和の徳山屋内、徳山岩国などがこれと同様である。このため快速と普通の区分が曖昧で、 同じバスに快速と普通の2種の即種が付されている場合がある。路線図は市街地では多くのバス停に貼られている。デフォルメされているものが多い。郊外ではほとんど貼られていない。路線図は営業所別になっており、隣接地域のバス路線は描かれていない。配布用時刻表が各営業所ごとに作られていて、バス車内や営業所、案内所で無料配布している。 周南地区では、早くから冊子での配布を始めていたが、多くは壁張り一枚物で、他営業所管内の時刻はほとんど記載されないのが特徴。山口営業所では2006年から、豊富営業所では2007年から冊子型の本格的なものの配布を始めた。運賃は三角標方式で決められている。乗り換え通算など乗り換え時の割引は、バスカードを用いた時の割引のみ。 外して鉄道と並行する部分で極めて安く、並行しない部分でやや高めか、一般的な水準である。バス駅、ターミナルなどは、主なターミナル参照。発見業務を扱う場所は少ない。傍聴交通のバス停の例かつては、東京都に、ニュー、東京観光バス、大阪に、ニュー、大阪観光自動車を3加に持っていた。 前者は1965年に名鉄グループに譲渡。後者は傍聴交通とともに近鉄参加となったが現存しない。ありがとうございます。